はい、皆さんこんにちは。園芸チャンネルのゆうきです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、皆さんのおかげでチャンネル登録者数1万人突破しました。ありがとうございます。本当にですね、本当いつも見ていただいている皆さんのおかげでですね、実は今年1月のですね、2日から YouTube 始めたんですけども、ゆうきの園芸チャンネル始めたんですけども、1年間の目標を大体1万人いけたらいいかなと思って YouTube をやってきました。なんとですね、半年で1万人達成しました。めちゃめちゃ嬉しいです。本当にですね、皆さん、いつも見ていただいている皆さんのコメントでしたりとか、いいねとかですね、すごい励みになりました。これからもですね、頑張って動画アップしていきますので、ぜひですね、楽しみにしてください。またですね、応援よろしくお願いします。今回ですね、すごいお祝いのコメントをたくさんいただきまして、本当にありがとうございます。本当に嬉しかったです。今回ですね、1万人達成したというところですね、1万人達成の記念の動画を撮ろうと思います。で、その内容はですね、まあ僕のですね、まあ、ゆうきの園芸チャンネルで概要欄にですね、園芸歴14年とか書いているんですけど、簡単な自己紹介とか、日常の様子をですね、今回は動画でアップしていきたいと思いますので、もしよかったらですね、最後までご覧ください。では今日もやっていきましょう。はい、ですね、まずはですね、僕のですね、実際僕の自己紹介からですね、詳しいというか、僕の自己紹介をしていきたいと思います。僕はですね、名字は村岡と言います。村岡祐樹と言いまして、どこでですね、農業花壇内とかを作っているかというと、鳥取県で作っています。よくですね、島根県、鳥取県、どっちが右どっちが左側っていうのですね、間違われる鳥取県の方でですね、花とか野菜を生産しています。で、私の父がですね、社長をやってまして、私が長男で、あと次男とですね、社員を含めてですね、十何人で、会社を経営しています。もしよかったらですね、弊社の、僕が働いている会社のですね、PV 動画が作った、めちゃめちゃかっこいいって言った自分で言うのもあれなんですけども、すごいいい感じで作ってもらった PV 動画がありますので、もしよかったらそちらをまずご覧ください。こんな感じです。では、どうぞ。有限会社村岡オーガニックの村岡祐樹と申します。私たちは現在花と野菜苗の生産販売を行っております。ただこれからは農業は生産だけが農業じゃなくて、もっと楽しさを伝えたりとか、やり方を伝えたりとか、新しいものをもっともっと伝えることができるんじゃないかと思って、いろんな事業を考えています。自分たちに関わる人、もちろんこの会社に村岡オーガニック関わる人たち皆さんに喜んでいただきたいし、幸せになっていただきたい。栽培するというところで水やりですとか、育っていく中で植物を形を良くするために切り戻し作業ですとか、出荷前の調整ということで、例えば汚い葉っぱを取ったりだとか、ラベルを刺したり、トレーに詰めたりっていうのが基本的に出荷作業の仕事になってくるかなと思います。弊社の経営理念は、植物を通して人々を幸せにするという経営理念を設けています。作って売るのではなくて、その先の人を幸せにするということを一番大事なのかなと。この幸せにするというところには、私たちの家族、もちろん社員自身も幸せになるのが大前提で、変わっている人たちを幸せにすることで、より多くの人たちに幸せを届けるかなと考えて事業を行っております。村岡オーガニックはこれからどんどん楽しくて面白いことをやっていこうと思っています。農業なので、やはり現実は大変なこと結構多いです。採用活動を行っていると、農業はやっぱ経験が必要ですかと聞かれるんですけども、もう全く必要ないです。本人のやる気、それ次第です。農業って大変だけど楽しいぞと言えるような業界にしていけるように頑張っていきたいと思っています。はい、どうだったでしょうか。ちょっとですね、かっこいいことを言ってるので、こういったですね、ちょっと有機の園芸チャンネルで、アップするのはちょっと恥ずかしかったんですけども、そんな感じですね。
まあ、植物を通して人々を幸せにするというような形、まあ、理念をもとにですね、野菜の苗とか花の苗をですね、生産しています。で、YouTube 始めたのもですね、まあ、その、商売になったらいいなという思いは正直、あるのはあるんですけども、やっぱし、もっといろんな人にですね、花のですね、素晴らしさとか、まあ、育てることの、やっぱしね、育てるところのポイントとかですね、僕たちが普段いつも当たり前にですね、思っていることがですね、やっぱし始めようと思われるビギナーの方たちにはですね、やっぱしちょっと難しかったりとかする場面が多々あると思うので、そういったところをですね、やっぱしこういったコミュニケーション、コメントをですね、投稿していただいて、その質問に答えたりとか、あ、こういうようなところがやっぱちょっと分かりにくかったんだな、というところがあればですね、まあ、それを改善して動画を撮ったりとかですね、まあ、そういうことをしてですね、もっとですね、花とかガーデニングとか園芸、家庭菜園の裾野が広がったらいいのかなと思って、YouTube の動画をアップしています。自慢人のお祝いのコメントにもですね、あったんですけども、苗は販売しないんですかとか、そういったのがあったんですけども、ゆくゆくはですね、そういった通信販売もですね、できたらと思ってますけども、まあ、ちょっとまだすぐですね、バタバタしていてできないので、もし、通信販売とかですね、開始したら、まあ、それはまた動画内でもご紹介できたらと思いますので、そういう時はですね、もしよかったら買ってもらえたら本当に嬉しいです。ちょっとまだまだいつになるかわからないんですけども、まあ、そういったこともですね、やっていけたらと思います。で、他にはですね、今年の秋から、エディブルフラワー、食べれる花ですね、もですね、ちょっと挑戦してみたりとか、他にもですね、いろんな、野菜の方でも、産地作りをですね、やってみようとかですね、そういったような取り組みなどもですね、本業でやったりしてますので、そういったようなところも含めてですね、ちょろっと、まあ、紹介、動画でもね、紹介できたらと思ってますんで、楽しみにですね、待っていてください。ではですね、農場の紹介を兼ねて、農場散歩をしていきたいと思います。で、早速、農場散歩行きましょう。いろんなちょっと雑草もちょっとたまにはねこうやって生えているんですけども、いろんな親株がですねあったりとか、ちょっと趣味で育てているバラとかですね、ちょっとそのね趣味に雑草が生えてしまっているのはあれなんですけども、ちょっとね第3が出たりとかねしてるところもあるんですけどもですね、ちょっとこんな感じですね、ダニが出たりとか、こんな感じでいろんな植物をですね見ている場所になりますですね。これはですね、以前動画で種取りしたちょっとビオラのですね、慣れの果てはこんな感じで枯れ切っちゃってますね。こんな感じで松葉ボタンとかですね、こんなキキョウとかですね、キキョウ可愛いですね、うん、こんな感じで、ね、いろんな親株がねありますね。ハウス自体がですね、何棟あるんですかね。多分30棟とか40棟ぐらい、ちょっとパッと計算できないんで申し訳ないですけど、ありますね。こんなんね。もうすぐマンゴー、これマンゴーなんですけど、もうすぐね、だいぶ大きくなってきて、もうすぐ食べ頃な感じです。だいたい8月お盆明けぐらいにですね、多分食べれるような感じになると思います。感じですね、これはウィンターコスモスビデンスの親株をこんな感じで育ててます。挿し木をするための親株ですね。このでっかいのはですね、暖房機になります。冬になるとですね、やっぱ温度が寒いので、こういった暖房機を使ってですね、10度ぐらいにですね保ったりとか、加温をしたりとかしていますね。はい、このハウスは多肉がたくさんあります。こんな感じでたくさんね、この辺は親株にしている多肉になります。こんな感じでね、
さあ、いろんな多肉がありますね。ね、文字レンゲの冬とかも可愛いですね。これですね、秋の、種まきのですね、まいた後の状態になりますね。種をまいた後になります。このレモングラスは前動画で撮ったレモングラスですね。もう全部根が出てきてね、もう少し光をね当ててもいい感じになってますね。これはですね、サスキシタブラティカムというですね、お花になりますね。ちょっとずつこんな感じで根がね出てきてます。今ね、時期的にちょっともう出荷するものがほとんどなくて、秋の今度準備とかしているのでですね、しているのでこんな感じですね。ハウス自体もこういった感じできれいに掃除をしたりとかですね、している状態のハウスもですね、いくつかあります。あ、でもやっぱ本当に自慢に行ったのは嬉しいですね。本当にこれもやっぱ皆さんのおかげですね。本当に、ね、お祝いのコメントもたくさんいただいて、ちょっとまだですね、はい、ちゃんと返信できてないので、動画上がる前ぐらいにはですね、返信できるのかなと思いますけども、こんな感じで綺麗にですね、一回作るのが終わったら掃除をしたりとかしてますね。はい。これはですね、白ネギとか長ネギというね、苗になりますね。生産者の方にですね、自宅で作ってる、苗になりますね。ね、こんな感じで、またこれはまだまだ、小さいので、これは出荷するのは大体8月ぐらいですね。こんな感じでたくさん野菜苗も作ってます。こんな感じですね。今はですね、ネギの苗がたくさんあるんですけども、秋になったらこのハウスは全部パンジーとビオラの苗になります。こう見るとね、大きいんですけどね、だいたい向こうまではだいたい60メートルぐらいあるような感じのハウスになりますね。うん、メインに作ってるのは花の苗とか野菜の苗になるので、まあ、花の苗に関しても、まあ、1、2年草とか、まあ、多肉植物とかそういったも含めたらすごい数たくさんあるのかなと思います。野菜苗に関しても本当にいろんな種類を作ってますので、はい、はい、ここはですね、挿し木をしている置いてあるですね、ものになりますね。根ができないかな、ね、こうやって根が出てますね。これカレックスですね。完全に根が出てきてます。ね、これもさっきね、親株を紹介したビリネスになるんですけども、これもですね、こんな感じで根ができてますね。これはこの前挿し木をした虹の玉ですね。こんな感じで虹の玉をたくさん挿し木しました。まあ、虹の玉以外にもですね、オーロラとかこんな感じですね、挿し木してます。秋になるとですね、もっといろんな花があったりとかするので、農場散歩も楽しいとは思うんですけど、今ちょっと物がない少ないので、こんな感じで生産者用のキャベツの苗になりますね。
これはケイトウとかジニアとかですね、9月ぐらいに出荷予定の花苗のプラグ苗、こういったちっちゃいですね、穴が開いてる、たくさん穴が開いてるトレをプラグトレとかセルトレって言うんですけども、これプラグ苗になります。ね、ちょっとなかなかアップできてないのであれなんですけどね、イケベリア量産計画もそろそろちょっとね、やっていきたいと思いますのでね、また見てやってください。だいぶですね、いろんなイケベリアが大きくなりましたね。ちょっとね、何個か枯れちゃったのもあるんですけども、あとこれもですね、ちょっと楽しみにしてください。最近ちょっとね、多肉の動画が少なくてですね、多肉ファンの方は申し訳なくないんですけども、ちょっと撮っていきたいと思いますんで、ちょっと根気強く待ってやってください。まあ、いろんなものをですね、こうやって挿し木、これグルゴマっていうね植物になります。挿し木をしたいですね、してます。ちょっとですね、次は別のちょっと離れた農場に行きたいと思います。はい、こんな感じですね。これはですね、鳥取県は20世紀梨が有名なので、ちょっとね、梨の団地がですね、近くに結構あったりします。これはですね、僕は作ってはないんですけども、梨もちょっとちっちゃいね、梨がなってますね、なってますね、ちっちゃい梨がね。はい、こんな感じですね。ちょっと遠くには海が見えるようなところですね、作ってますね。ここのハウスも僕たちのハウスです。もう本当今物がないので、出荷するものないのであまりなんですけども、こういったですね、まだまだ赤ちゃん植えたばっかりのですね、苗だったりとかですね、こんな感じですね、苗があったり、もう出荷終わった苗ですね。ね、こんな感じであります。はい、これはですね、綺麗ですね、これね、サルビア、これ試験に作ったのでちょっと出荷はしないんですけども、うん、サルビアね、綺麗ですね、ね、こんな感じでですね、お花や野菜苗を作っています。またですね、秋とかになったら農場の紹介もですね、またしていきたいと思いますけども、こんなね、ちょっと本当山の中ですね、本当夜になったらですね、フクロウの鳴き声がするぐらいですね、シーンと、まあ今はカエルがですね、ゲロゲロ言ってますけども、うん、シーンとしてますね。本当ね、この辺物がスカスカなんですけど、ちょっとね、変わった。このオリーブなども、これオリーブなんですけど、こんなのもですね、ちょっと作ってみたりしています。ちょっとどうなるかですね、初めて作るんで、わからないんですけど、ね、オリーブかっこいいんでね、いいですよね、うん。はい。ちょっとですね、農場紹介したんですけども、あまり物がないので申し訳ないんですけども、もっと、またですね、しっかり秋とかになったら、もうパンジービューラがめちゃめちゃ綺麗に咲いてきますんで、そういったところもですね、紹介していきたいと思います。はい、ですね、本当にですね、今回ですね、まあ、こんな感じで、僕の簡単な紹介と、まあ、農場紹介をさせてもらいました。本当にですね、チャンネル登録者数が1万人超えてめちゃめちゃ嬉しいです。本当にこれも本当何回も言いますけども、一緒に見ていただいている皆さん、コメントいただいている皆さんのおかげでですね、僕のチャンネルがすごい成り立ってますので、もっとですね、こんなことやってみてもらえませんかとか、全部が全部できないかもしれないですけども、できないかもしれないですけども、まあもっともっといろんなコメントをいただけたらですね、それになるべく全部返信できるように頑張ってますので、ちょっとですね、遅れたりする場合もあるんですけども、まあそこはちょっとこう、多めに見てもらえたらというところです。これからもですね、ちょっとよく噛んでしまうのは申し訳ないんですけども、もっともっとですね、いろんな植物に関する動画をですね、この有機の園芸チャンネルではアップしていきたいと思っていますので、ぜひこれからも応援よろしくお願いします。でですね、今年の目標1万人を達成したので、秋、まあ、12月ですね、1年、丸1年になるまでにですね、3万人とか行けたらいいかなと思うんですけども、ちょっとですね、なかなか難しいかなと思ったりもするんですけども、目標は大きくですね、3万人を目指してですね、頑張っていきますので、
ぜひこれからも、温かい応援をよろしくお願いします。またですね、間違いがあればどんどん突っ込んでください。僕もですね、まだまだわからないところもたくさんあるので、僕も一緒にですね、皆さんと勉強していきたいと思ってますので、ぜひ一緒にですね、植物通してですね、いろんな、まあ、交流でしたりとか、植物を通していろんなですね、楽しいことができたらいいのかなと。その一つの中に、僕のですね、園芸チャンネルがあったらとても嬉しいかなと思います。ちょっとね、今回、かなり、まあ、いつも真面目なことを言ってますけども、ちょっと自分のですね、真面目なこととか思い言ってしまったので、ちょっと恥ずかしい部分もあるんですけども、まあ、こんな感じでですね、鳥取県でですね、花壇苗とか野菜苗を中心に作っています。これからもですね、いろんな他のことにもチャレンジしていこうと思ってますので、ぜひ、温かい目で応援よろしくお願いします。皆さんと一緒にですね、植物のことをもっといろいろ知れたらいいなと思ってますので、一緒にこの園芸チャンネルを盛り上げてもらえたらとても嬉しいです。では、またですね、次からもまたいろんな動画撮っていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。本当に1万人達成ありがとうございました。これからも頑張っていきますのでよろしくお願いします。バイバイ。